アウトレッター、イエーイ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ちょっと私2回目の MC となります。うん、はい、よろしくお願いします。頑張れ、はい、頑張れ。じゃあ紹介を、はい、ギターコーラスかなと、ボーカルあやかと、ベースコーラスのももです。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと緊張しておりますが、はい、ちょっと私ですね、ちょっと得意技を身につけまして、うん、はい、目を開けたまま寝るという、はい、脳だけ止まっているという寝方を、もう、それいいの悪いの？わかりません。わかりませんが、場所を選んであの得意技を着てください。一人の時にしますので、はい、はい、こんな感じです。はい、では企画行ってまいりましょうか。はい、日本語編ですが、どうぞ。この企画からです。リリア、もしもトーク、イエーイ、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、新企画となっております。そうだね、こちらの企画内容としては、もしも〇〇だったらという企画になっておりまして、はい、これでトークを広げていくという企画になっております。そうだね、はい、今回の議題は、はい、もしも生まれ変わったとして、それからリリアにまた入って、はい、そしたら楽器は何をやりたいですかというもしもなんですけども、はい、皆さんどうですか、誰からちょっと遠く行ってみます。そう、ね、じゃあ私から行ってみようかな。先陣切りますか。先陣を切って、よろしくお願いします。はい、ではもしも生まれ変わってもう一回レリアに入るとしたら、はい、私はそうだな、ドラムになりたいかな。意外だな。意外だ、ね、そうよね。いや、でもね、すごい迷うけど、うん、あのやっぱリズム隊でどっちかですごい悩むけど、はい、でもやっぱドラムもやってみたいって思う、はい、ギターとかじゃないんだ。ギター、ボーカルとかじゃないな。あ、そうなんだね、うん、じゃなくてすごいドラムかっこいいって思って、うん、相方がかっこいいから。いや、それ誰も言ってない。それは違うし。そうなんだね。そう、相方、あ、何、また振るよ。ありがとう。雑やな。私やったらそうね、はい、まあ、そうね、まあ、やっぱりでもボーカルになりたいけど、うん、まあ、あえて言うなら、はい、ドラムかな、私も。あ、あなたもドラムね。ドラム。あなたボーカルと言うと思った、私。いや、ボーカルだよ、ボーカルだけど、うん、それだったらつまんないじゃん。そうだね。でもほら、うん、ほらほらほら、あのほら、せっかく生まれ変わるんだからさ。そうだね、また違う。それやったらまた違う経験してみたいじゃん。ね、ドラムなの ね、 いいね、うん、やっぱドラムかな。ドラムだってかっこいいもんね、うん、そうだね、やっぱそこに行き着くんだよね。かっこいいもんね、うん、まあでもその分大変だけどね。大変は一番、もう練習もする場所限られますから ね、 うね、もう大変だけどかっこいい楽器だからね、うん、うう、私言っていい？いいよ、うん、私、はい、はい、私はですね、ちょっとベース。お、そうだ、意外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 、はい、ギターって言うと思った。いや、私もギターと言おうと思ったけど、ちょっと新しいないなと。はい、で考えたちょっとベースもかっこいいなと、はい、やっぱかっこいいから入ってしまいますね、うん、はい、まあでも、ね、そうね、リズム隊かっこいいもんね、うん、リズム隊はね、土台を支えてくれてるからね、うん、かっこいいんですよ。大変だぞ、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 ソロ弾けないぞ。お、お、お、ちょっと考えます。ベースのソロ考えればいいんだ。ベースのソロちょっと難しいな。またちょっと考え方違うかいな。そうだね、はい、まあちょっと、うん、もしもだったらですね、うん、そんな感じで、そんな感じでちょっと考えてみました。はい、はいはい、では次の企画行ってまいります。はい、次の企画、勝ち抜けレリア替え歌選手権、イエーイ、イエーイ。なんだ、どうした、イエイだよ、イエイだよ。さて、この企画ですね、前回もやっておりましたが、今回からは勝負形式としたいと思います。はい、勝負をします。はい、心の準備はいいでしょうか。はい、これは、気分は高く、これは私と、そう、彩香が替え歌で戦う、そうだよ、そうだよ、なるほど、はい、はい、曲はロマンス堂の、前回としてロマンス堂の大サビからとなっております。はい、そしたらモーさんからいきますか。モーさん期待してます、はい、頑張りましょう、頑張りましょう、はい、それでは、はい、ミュージック、おー、頑張るよ、いいよ、ミュージックスタート。お題は時計、時計、時計だよ。時を刻んで、時間刻むよ、
チクタチクチクタク世界を回る、なんか違う時を刻んで同じこと、まあ、大人も慣れてきたもう出ないみたいな、ね、出ないかねオブリーオブリー言うてもったあらあらありがとう、まあ、結果は結果は後ほどそれでは彩香さん彩香さん、まあ今まで以上に緊張しておりますね。あのね、今までで一番緊張してるよ、はい、ね。ライブ中よりも全然緊張してない。それはまあですよね。でも緊張してるね。緊張してる。わかる。行ってみますか。あ、もうこの日が痛い。頑張れよ。頑張れ。では、ミュージックスタート。お題は椅子です。前もあったような気がするお題椅子ね、みんなが座るかわいそう、ほんとほんとそう思い人となったら汗だく椅子ちゃん、ほんとかわいそうかわいそう、みんなに踏まれ、なんか優しい気持ちになったよ、なんか思いやりがあったね、思いやりがあったね今のはね、なんかいい感じですねいい本当、うん、なりきってるね、方向性は違うけどなんかいい感じ、なんかなりきってる、椅子の気持ちになってる、そうだね、なんかありがとう、素晴らしい、優しい気持ちになったそう、うん、さあ決まった、結構したいと思うけど、いやーやっぱその前にやっぱちょっと見本見せてもらいたいなーって思うので、はい、はい、かなちょっと行ってみようか見せて見本よし、じゃあミュージックスタート、ハンガーハンガーこのなんか怒り型みたいな形にちょっと服をかけるちょっとこのと上着だったらちょっとボタンを閉めなきゃいけないんですけど、その閉めなかったらダランって落ちるから、ちょっと使いにくいは使いにくいんですよね、ちょっと私の場合はこのボタンを閉めて使うんですけども、あまりハンガーにはかけません私は、私は服はちょっと畳んで机に置いておきます、語り語りっていう歌やねさすがさすが原曲ブレイカーですね語りですさすがですもうやばいどうでしたか、やはり師匠や、あーありがとう師匠や、なんかなんかありがとう、うん、勝てん勝てん勉強になればこれは、はい、勉強どころじゃないわ、あーもうなんだ私は今回は MC なんだよいやー面白かった、さて結果を決めますかこれはせーので、せーのでいく、それぞれこの人だなって思うと笑わないよそんなこれはね、ね、よし行きますか、はい、じゃあルル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 バン、せーの、はい、せーの、なんでそうだよね、やっぱりそうだよね、なんでな、新しいもんね、語りやから、語りだもん、これ勝てない、そんな発想なかった、はい、こんな感じで進んでまいりましたが、はい、どうでしたか、楽しかったですか、いや楽しかったよ、楽しかったよ、そうなんかね、なんか楽しかった、面白かった、あのね、あの歌は語れ、うん、語りは歌えっていうからね、もうね、うん、あのあもうね、代弁者、そう、あのね、代弁者だよ、今日は、そう、思い知らされた、なんか思い出した、ね、うん、もうそれには勝てないってことだね、そう、よかった、ありがとうございます、勉強になりました、ありがとうございます、ありがとうございました、もう視聴者の皆さんも楽しんでいただいたならよかったですが、楽しんでください、何回も見て、楽しんでください、はい、今回のアウトレットはこんな感じでした、はい、次回のアウトレットもよろしくお願いします。お願いします。